王の学から見た南札大地南札大地は、九州の薩摩半島南部海岸沿いに広がる、白洲大地である。薩南大地、別府大地とも呼ばれる。古くは別府原と呼ばれていた。火山灰に覆われ、濃厚に適さない土地であったが、1950年代以降に開発が進められ、農業地域となった。南北1 2トル。 東西1 8トルの範囲に広がり、鹿児島県枕崎市、南九州市、イブスキ市にまたがる。イブスキ山地や南札火山群の山裾にあたる北部の標高は約2 0 0ルあり、南へ向かって緩やかに低くなり南端部は1 0ルから3 0ルの破損崖で東、シナ海へ落ち込んでいる。四万塗装群や第三期安山岩を基盤とし、 11万年前に、アタカルデラから噴出したアタカサイ流を起源とする、溶血業海岸が厚い層をなしている。その上に2万5千年前にアイラカルデラから噴出したイリトカサイ流を起源とするシラスや7300年前に、機械カ,カルデラから噴出したアカホヤが重なっている。最上層付近は874年に開門だけから噴出した黒木と呼ばれる、火山灰や、 885年に同じく、海門岳から噴出したコラと呼ばれる火山灰が堆積している。シラス層のために、大地上の水源は乏しいが、溶血業海岸の割れ目に地下水が蓄えられており、標高の低くなる大地南部には湧水が見られる。また各所にくぼがあり、雨が降った後しばらくの間は、水たまりができ貴重な水源として利用されていた。 シラス層は水を保持しにくく、コラス層は水を通しにくい。ため農耕が困難であり、かつては、サツマイモやアブラナなど限られた作物しか栽培されなかった。1949年2月に、枕崎市、チラン町、栄町が南卒地区産業開発規制同盟会を結成し地下水を調査したが有望なものは見つからなかった。一方、百五十二年から、 コラスを除去する事業が始められている。水源開発については1964年6月に、海門町、山川町、イブスキ市が加わり、南札第一農業用水、利用開発規制同盟会として、再出発し本格的な調査が始められた。調査結果を受けて1970年から、国営南札第一二十歳外事業が始められた。この事業は、第一東部を流れる。 周川、高取川、まだら川の水を第一東方にある池田湖に導き、そこからポンプで用水して、大地上の灌溉に利用するもので、池田湖は調整地としての役割を担うことになった。大野区を貫く長さ 8.46km の導水トンネルなどが建設され、事業は1990年に完成した。 これにより南冊台地上のみならず、池田湖周辺地域にも農業用水が行き届くようになり、カボチャ、人参、オクラなどの野菜や茶などが栽培される、一大農業地域となった。桐野敏彦、白ラ大地の水と開発に関する、予察的研究、鹿児島地理学会企を、第21巻第1号1973年。ありがとうございます。